はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画ビッコです。サッカークラブ育成シミュレーションプロジョビットは始めていきましょう。ワールドカルチョクラシックですね。アルトルティージャの第2戦ですね。第1戦は0対6でボロ負けです。これは勝てるわけがない。厳しいですね。どこまで行けるか。まあ、ジャパンカップこと考えると、なるべく避けたい、体力が避けたいっていう印象はありますね。前回はアウェーでした。今回ホーム。6点差厳しい。もうホイッスル。え？何？あー、ダメです。しました。うまくカバー。相手を揺さぶるが、でも7点以上取らないとダメなんだよ。頑張ってはいるけどな、ホームってこともあり。危ない。おお、松木がカバー。ボールを回していきます。あーが、それがマルケスに当たってしまった。あのシアトリ、おーすごいな。ナイスマナミ。あっと、取られてしまうのか。1対1になる。いや、これ守備がすごいいいな、今回の試合は。まもなく前半終了です。守備が大奮闘ですね。あった、危なかった。前半終了です。さあ、もう終盤がすごい疲れなんで、もう全部変えます。それで交代枠作っていきましょう。交代枠を全部使い切りました。何でも変えてますね。攻撃的に陣。お、得意チャンス。あー、惜しい。右に急いでしまった。2試合の得失点差だったっけ。まあ1勝1敗だから、そうなんでしょうね。1勝1敗になるとしたら、それしか判定の仕方がないんで。高さで、高さがすごいな。高
高さだけじゃない、速さもすごい。守備固めをしていくんですね。逃げ切りを狙っている。ああ、先取点を入れられてしまいました。合計スコアっていうのは書いてある下に。ついに点を、この試合でも点を取られてしまいます。しかもディフェンダーに総合力が高すぎる。あ、弱い。折り返し点を過ぎました。1点は返したい。まだこの取る、疲れが、トルティージャ戦で1点も取っておりません。おっと、完璧決められてしまった。ソニーからコルゴバード、本来ディフェンダーの役割なんだけど、ファードポジションにいるんだ。チャンス、1点は決めてくれとはならないな。詰めますが今一歩足りません。相手の固い守備、これがトルティージャー強みなのか。そして試合終了、ここでワールドカルチオクラシックを夢は告げました。前半はすごく防御したり、こういうシュートを打ったりはしてましたね。もしとにかく守備、チャンスが訪れるんですが、相手をブロックしてるんですよね。そのシュートコースを簡単に決まりません。そしてソニーからコルコバードに高さのヘディング決められてしまいます。トルティージャの先制となります。同じ組み合わせでもう1点、速攻で決められます。相手がやっぱりこちらの守備が強いんで、それなって速攻に切り替えるところ見事ですね。試合終了です。トルティーヌとアイスバインが決勝進出ですね。アイスバインも強い。あーっと、支持率が崩れてる。こっちシマントスもやりますか。ナオコが疲れてる。じゃあサチコにチェンジ。まあどうせ2は無理なんです。ということで、この年の公式戦最終戦となります。
みんなクソだっけ、しまうとして。さあ、エリカ。うん。取られてしまいます。まあ、史実のことも考えないといけませんからね。そうだ、それもあった。見よう。ちょっと高コスト体質になりがちだから、もしかしたら選手をリストラを行うかもしれません。こちらボールのスローインです。シュートはうまく決まらない。相手ボールのスローインになります。いいか。あー、ダメですね。その前にオフサイドです。シーツ上げるためにはこの試合勝っておきたい。ん？ファール？ファールです。イエローカードが羽生田に下りました。おお、すごいな。コーナーキックをチャンス得ました。綺麗なユーナ。みゆきが、里見横飛び。前半はあとわずか。終了です。ちょっと疲れてるな。だと言っても君に変えるのはちょっと違う。クラリス変えましょう。いいですね、ユーナ。さあ、これ自分でやっぱり突破しないといけないですよ。危ない。美穂自身がセンターラインを越えていく。みゆきも本来なディフェンダーだ。選手交代しましょう。ちょっと疲れが気になるけどね。なんと、モイにそれぞれ交代です。さあ、センタリングがエリカに渡るが、決まりません。あっと、押してしまった。これは、いただけません。相手のボールをスピーキック。危ない。さあ、ペナルティーエリアだぞ。あー、やってしまった。萌にイエローカード。さあ、ペナルティーキックとなってしまいます。を防ぐ。それを防ぐなつき。キーパーの読みが素晴らしい。
さあ早く点を取らないと、先取点が欲しい。うん、どうしたものだ。みんなもう疲れているが、ゴールキックになります。中央から、あー、これはいただけない。3分です、アディショナルタイム。終わってしまった。なんと点が取れず引き分けとなります。25分、最終ダイジェスト。ボール支配率はあるんですが、シュートもあるんですが、3位で結局終了です。そして支配率も下がってしまう。引き分けが多いんですよね。予算がまあ問題ですね。はい、ということで、アルトルティージャ戦は夢がついえて、コーチシバントスは引き分けに終わってしまいました。引き分け多かったですね今回。負けは4回しかしてないんですが、引き分けは7回とすごい多い。ということで勝ち点でキャピタル東京に8点、筑波長間に4点離された3位となってしまいました。決定力も上げなきゃな。筑波長間は49点も取ってるからな。まだか。はい、ということで、今回ここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。